皆さんこんにちはメイですメイの商談へようこそ中国共産党に対抗する米ロ同盟を予言したアメリカの有名な予言者ジーン・エル・ディクソン氏をご存知でしょうか一体どういうことでしょうかお気づきでない方も多いと思いますが今日はその話をしましょう20世紀の天才アメリカ人予言者ジェニー・ジャクソン氏は 数多くの大きな歴史的出来事を正確に予言していました。例えば、ケネディ大統領の暗殺、初の人工衛星の打ち上げ、インドとパキスタンの分割、1949年のチャーチルの選挙での敗北、フルシチョフの没落、中国共産党の政権掌握文化大革命、東山地震、毛沢東の死など、 また、彼女は中華民国の台湾への転移を正確に予言していました。最も重要なのは2020年についてジェニー氏は人類が世界の終焉における最終的な善悪の大決戦を迎えると予言しました。ジェニー氏は1971年の著書栄光への呼びかけの中で終焉の善悪大決戦は 2020年に到来し、偽予言者、サタン、反信者が人類を相手に戦うことになると書かれています。考えてみると、アメリカ大統領選と非常に似ているのではないでしょうか。私は、この予言が2020年のアメリカ大統領選を取り巻く、善悪の戦いを指していると考えています。 なぜなら、みんなが言っているように、アメリカ大統領選は善と悪の戦いであり、実際には世界中の要人が、この選挙に関与しています。意図的であろうとなかろうと、バイデン氏が不正に当選を宣言して以来、世界中の多くの首脳が祝電を送り、もちろん、そうでない首脳も多く、誰もが選択をしています。しかし、 今回、プーチン大統領が祝福せず、今までバイデン氏の当選を認めていなかったのは、非常に興味深いです。ネットユーザーは、彼は世界で、最も法律を知っている男だ言っています。ジェニー氏は、どのような予言をしたのかを見てみましょう。1944年11月と1945年1月中旬、当時のルーズベルト大統領は、ジェニー氏と二度にわたって会談しました。 ルーズベルト大統領は将来的にロシアと同盟を結ぶことができますかと尋ねました。ジェニー氏は戦争が終われば同盟も終わります。最終的にアメリカはロシアと同盟を組んで、石化した中国共産党に対抗するでしょう、と答えました。トランプ氏の勝利後。 個人的にはプーチン氏とトランプ氏が協力して共産主義による全人類の政治的迫害を地球上から根絶すると信じています。では、2020年の大統領選でプーチン大統領がどのように振る舞ったのかを見てみましょう。ご存知の通り、11月7日に民主党大統領候補のバイデン氏が 当選を発表した後、一部の国や地域の指導者は、バイデン氏を祝福していますが、ロシアのプーチン大統領は、これまでのところバイデン氏を祝福していません。プーチン氏は11月22日、国営テレビとのインタビューで、アメリカ国民が信頼するいかなる人とも協力します。 しかし、この信頼は、野党の支持を得て、勝利した候補者、あるいは選挙結果が、合理的かつ、正当な方法で、確認された後でなければなりませんと述べました。アメリカ大統領選に関するプーチン大統領の発言は、十分な同意に値します。11月22日のプーチン氏の発言には、3つのポイントがあります。第一に、 彼はアメリカ国民が信頼する大統領と協力します。第2に野党から支持されている当選者と協力します。第3に合理的かつ法的に確認された大統領と協力します。いわゆる国民の信頼とはアメリカの合法的な有権者の正当な票で支持されている人のことであって不正投票者を含む不正投票で当選した人のことではありません。 これまでに明るみに出てきた大規模な選挙不正から見れば、バイデン氏が幽霊投票などの不正投票を含む多くの議票を獲得したことを示しています。いわゆる野党支持、通常の民主選挙では、選挙後の敗者が勝利した、党を祝福します。民主党の大統領候補バイデン氏は、当選したと主張していますが、 共和党の大統領候補トランプ氏は認めておらず、共和党も認めていません。いわゆる合理的かつ法的な確認は、アメリカの法律に基づき、最初に州によって選挙結果の認定が行われ、次に12月14日に選挙人団の投票、最後に1月6日に議会の投票結果公表が必要になります。 現在、この大規模な不正行為を受けて、トランプ陣営と共和党は、ジョージア州を含む複数の州で、訴訟を起こしており、その一部は連邦最高裁に上告されています。 大規模な不正行為の問題が明らかになるまでは、複数の州が結果を認定せず、最高裁も判決を下しておらず、選挙人投票も行われていないため、バイデン氏のいわゆる当選は、本当に合理的かつ、法的に確認されていないのです。プーチン氏の上記の態度は、間違いなく適切で合理的で、合法的なものです。 特に今回のアメリカ大統領選挙は、ソ連や東欧諸国のすべての共産主義体制が崩壊した後、人類が共産主義を地球上から最終的に根絶する、すなわち聖者の戦争に突入した重要な歴史的瞬間に行われた重要な選挙です。トランプ氏は社会主義と共産主義に対して深く嫌っており、共産主義の最大の宿敵です。 トランプ氏の勝利は世界最後で最大の共産党である中国共産党の終焉を意味します。共産党と密接な関係にあるアメリカ民主党大統領候補のバイデン氏とその後ろ盾であるアメリカの暗黒勢力が一気に一掃される可能性があります。粛清される運命を避けるために中国共産党とアメリカの暗黒勢力が手を組んでアメリカ市場 最悪の詐欺茶番劇を繰り広げています。その結果、今回のアメリカ大統領選挙は、アメリカ、ひいては全人類の運命に関わる、生徒者の戦いとなっています。この聖者大戦の中で、ロシアのプーチン大統領は、流れに乗らずに、正しい側に立つことを選んでいます。これは非常に貴重です。ヨーロッパの政治家より何倍もマシです。 プーチン氏はなぜアメリカ総選挙で正しい選択をすることができましたのか彼はかつてソ連共産党の党員でありソ連共産党 KGB の将校であったためソ連共産党や中国共産党のことをよく知っており東欧のソ連に共産主義がもたらした危険性やそれが人類全体にもたらした危険性を肌で感じています 次に、トランプ氏がアメリカ国民のために何をしてきたかを語りましょう。この4年間、トランプ大統領は、給料の一銭も欲しがらず、アメリカ国民のためにボランティアとして献身的に働き、その熱意と献身のすべてをつぎ込んで、大成功を収めてきましたが、数え切れないほどの攻撃や罵声、呪いを浴びせられてきました。 ロシアゲート捜査、弾劾、ブラックライブズマターでも、アンティファ暴動、強盗、放火、違法リーク、選挙不正など、これらはいずれも過去のソ連共産党による政治的迫害や、今日も中国共産党が行っている政治的迫害と一致しています。今日の世界の政治指導者の中で共産主義に対抗する歴史的責任を担うことができるのはトランプ氏しかいません。 トランプ氏は、この4年間でソ連が激変して以来、ブッシュ・シニア氏、クリントン氏、ブッシュ・ジュニア氏、オバマ氏、4人のアメリカ大統領による、中国共産党に対する融和政策を終了し、最も強硬な反撃措置を取りました。政治の強者としてプーチン氏は、トランプ氏を心から敬福しています。 どのような敬服ですか皆さんを覚えていますか ?2018 年11月11日、フランスのパリで開催された第一次世界大戦終結100周年記念式典に出席中、プーチン氏は握手後にトランプ氏に親指を立てるという一見軽率な仕草のようですが、本当にトランプ氏を尊敬しているというプーチン氏の心の表れです。確かにプーチン氏に認められた人は、 世界にはトランプ氏しかいないと思います。プーチン氏もトランプ大統領の選挙公約に賛同し、称賛しています。2018年7月27日、南アフリカで開催されていた、ブリックス首脳会議の終了後の記者会見で、プーチン氏は、トランプ大統領が有権者との約束を果たそうとしている点が、最大の強みであると称賛しました。 今回の総選挙の直前の10月25日、プーチン氏は特別にアメリカはロシア側に複数回に渡り情報を提供してくれました。アメリカから受け取った情報がロシアの複数回のテロ攻撃を防ぐのに役立っているので、トランプ大統領に感謝します、と述べました。アメリカ総選挙は人の心の表れで、プーチン氏の発言は一向の価値があり、 流れに乗るのは簡単だが、マーベリックになるのはもっと難しいです。先見性と強い自制心がなければ、アメリカ大統領選挙のこの歴史的に重要な瞬間に正しい選択をすることは難しいです。アメリカの大統領選挙に対するプーチン氏の姿勢は世界の政治指導者が深く考えるに値するものです。聖者大戦はまだ進行中で、 トランプ氏に有利な重大ニュースと合わせて毎日のようにいいニュースが絶えません。聖者対戦で立場を選択する機会はますます少なくなります。いわゆる世界の政治家や評論家と呼ばれる人たちは彼らに残っている選ぶ機会がもう多くありません。プーチン氏が過去にどのように振る舞ってきたかを見てはいけません。今回は非常に敬意を払い考えさせられます。 今日お話ししているのは、アメリカ選挙後、トランプ氏がプーチン氏と協力して、中国共産党と戦う可能性があるということです。そうなると、中国共産党の崩壊も相当くありません。今日はここまでです。もし興味のある方がいらっしゃったら、ぜひ動画をシェアしてください。ありがとうございました。